皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日はインドが開発した月面探査機チャンドラヤーン3号について解説します。チャン、なんだって?チャンドラヤーンよ、チャンドラヤーン。なんだか聞き慣れない名前だな。この間、チャンドラヤーンシリーズの3号機が打ち上がったから、ここで解説するわ。3号機か、インドも頑張ってるんだな。マリサも宝石解説頑張らないとね。じゃあやらせろや。期待には応えられないわ。さて、2023年7月14日、月面探査機チャンドラヤーン3号を乗せた LVM3 が打ち上げられ、無事に軌道に乗ったわ。チャンドラヤーンってのも聞き慣れないけど、LVM3 ってのも初めて聞いたな。このロケットを簡単に解説するとね、LVM3 は2017年に本格デビューしたインド最新のロケットで、H2A ロケットのブースター2本タイプと同等の打ち上げ性能を持つインド最大のロケットね。へぇ、結構大きいんだな。デビュー以降これまで6回打ち上げて全て成功しているわ。すげえじゃん。H2A のブースター2本タイプと性能こそ似てるけどユニークな仕組みをしてるわ。そうなのか ?H2A は2段構成でそこに固体ロケットブースターがあり、打ち上げの時は1段目エンジンとブースターの両方を点火して飛んでいくけど、インドの LVM3 はこの固体ロケットが1段目に相当しているから、打ち上げはまずこの固体ロケットだけで飛んでいくわ。だから H2A でいう1段目が2段目に相当するわ。一体どうなってるんだ?これを見て。これはなんだ?チャンドラヤーン3号を打ち上げた時のフライト手順でね。ここの S200 ってのはここの固体ロケットのことで、カウント0から 0.1 秒後に点火ってことね。なるほどな。そしてカウント0から 110.4 秒後にここにある L110 というエンジンを点火ってなってるわ。じゃあ空中で点火してるのか?そういうことね。ちなみに推進剤は非対称ジメチルヒドラジンと四酸化二窒素。その上は液体水素と液体酸素だね。なんで空中で点火なんてしてるんだ?打ち上げ能力を少しでも稼ぐためよ。これで稼ぐことができるのか?インドってね、軽量化や構造にも技術的遅れがあるけど、特に液体燃料エンジンのハイパワー化に苦労してて、そのままじゃパワーが足りず、ロケットの大型化に着手できないから、インドにとって比較的開発しやすい固体ロケットを巨大化させて、必要なパワーを稼いでるわけ。だから、まずは固体ロケットだけで打ち上げて、大気抵抗や重力損失が少なくなる高度までさっさと上げてしまう。そして、推進剤がなくなりかけて、パワーが減る前にエンジンを点火。さらに高度と速度を稼いでいくって方式を取ってるわ。それで打ち上げ性能を稼ぐことができるなら日本もそうすればいいのでは?それはちょっと難しいわ。なんでだ?固体ロケットって仕組みこそシンプルだけど製造コストが高いの。だから日本の H3 のうち最安構成にはブースターがないでしょ?ああ、確かにな。インドの LVM3 はそのせいで打ち上げコストが高くてね。技術的に難しく複雑なエンジンを搭載した H2A とほとんど変わらないわ。じゃあインドは高コストを承知で性能を伸ばしたのか。ロケットの解説はこんなところかな。じゃあ次回も見てね、バイビー。おい、なんとかヤーンはどうした。タイトルを1万回読んで思い出せ。わかってるって冗談よ冗談。油断してると後編とかにするからなこいつ。チャンドラヤーン3号はその名の通りチャンドラヤーン計画の3号機でね、過去に1号と2号を月に送り込んだわ。そもそもなんでインドが月を目指してるんだ。カレーのスパイスでも探してるのか。もしかしたらレゴリスをカレーに混ぜると美味しいカレーができる可能性があるかもだけど、インドが月を目指してるのは中国への対抗ってのもあるわ。中国は長年にわたって様々な犠牲を払いながらロケットや衛星探査機有人宇宙開発を進めてきて、最近では独自の宇宙ステーションを持つようになったわ。なるほどな。そんな中、中国の隣国インドには経済成長を続ける中で、宇宙開発の分野でも大国として飛躍したいという野心があって、独自のロケットを開発し他国に頼らない自主独立の打ち上げ手段を持ち衛星開発技術も持った。次はより難しい探査機の開発と有人宇宙開発でね、中国が2003年3月に月探査計画の上が計画をスタートさせ、その5ヶ月後にインドが月探査計画のチャンドラヤーン計画を発表したわ。中国に対抗心を抱いてるのか。争いはいろんなのを生むからね。規制や規則の範囲の中で好きにすればいいと思うわ。日本はどこと争ってるんだ?予算でしょ?そうか。インドはチャンドラヤーン1号を2008年10月に打ち上げ、
翌月の11月には高度100キロの月周回軌道に乗ったわ。やったじゃん。予定されていたミッションの大半をこなしたけど、軌道に乗ってからおよそ8ヶ月後に故障しちゃってね、ミッション継続が難しくなったわ。何が壊れたんだ？スタートラッカーといってね、星を見て今どっちを向いてるのかを検知するセンサーが壊れてしまったから、衛星の姿勢を制御できなくなったわ。目隠しされたようなものか。某ロボットアニメみたいにたかがメインカメラをやられただけだみたいにはいかず、メインカメラしか搭載してないから姿勢がわからなくなったわけ。姿勢を制御できないとアンテナを向けられず通信も難しくなるから、スタートラッカーの故障から1ヶ月後に通信ができなくなり、その時点でミッション終了が宣言されたわ。ということは打ち上げから1年足らずで終わったのか。もともとは2年の計画だったけどね。半分以下は悔しいだろうな。インドは次計画の準備を進めて、チャンドラヤーン2号を開発したわ。これも月に行くのか？そうよ。1号は月周回衛星だったけど、2号はそれに加えて月に着陸して無人探査車を走らせる計画だったわ。だったわ。219年7月に打ち上げられ、翌月には月周回軌道に乗ったけど、ソフトウェアの不具合で降下中の着陸機と通信ができなくなってね。その後 NASA が衝突して試算した2号を観測したわ。破片が散らばるほど激しく衝突したのか。月着陸に失敗したインドは予定になかった3号の開発を決めて、再度月着陸を目指すことになったわ。改善して再チャレンジするのか。そうね、基本的に2号の設計を流用するけど、多少のハードランディングに耐えるため構造を頑丈にしたり着陸足を強化してるね。着陸に失敗しても生き残れるようにってか。まあ生存確率を上げるだけで必ずってわけじゃないけどね。なるほどな。他にも失敗の直接原因となったソフトウェアを作り直し、その後地上試験を徹底してやったみたいね。月への着陸って難しいんだな。大気がないから減速手段がスラスターに限られるのと、無人でリアルタイムの操縦が難しいからセンサーや着陸プログラム頼りになっちゃうね。そのプログラムに不具合があればこっぱみじんか。この着陸機には3つの観測機器が搭載されてて、月表面の温度と熱伝導率を調べたり、月震と呼ばれる月の地震を計測したり、地表のプラズマ濃度を調べるほか、この中には無人探査車が入ってるわ。じゃあここから発進するのか？そうね、6輪の探査車がここから発進して、表面をカメラで撮影したりドリルで穴を開けてみたりして、地表の組成や水の有無、地表付近にあるわずかな大気などを調べるわ。今度こそちゃんと着陸できたらいいな。ちなみにミッション期間は14日間しかないわ。14日？なんでそんなに短いんだ？それは着陸機も探査車も太陽光発電で動いてるからよ。どういうことだ？月の自転周期は 27.3 日だから、14日弱ごとに昼と夜がやってくるわけ。夜がやってくると発電できないし、バッテリーが切れたら動けなくなるから14日間ってわけよ。そういうことか。でも次の昼がやってくればまた発電できるんじゃないのか？正確なところはわからないけど、マイナス180度を下回るとバッテリー性能が極端に落ちるらしいから、おそらく夜を乗り越えられないとしてるんだろうね。そういうことか。今後月周回軌道に乗り、8月23日から24日にかけて月面着陸をする予定で、うまくいけばアメリカ、ソ連、中国に続く世界4番目の成功国となるわ。ということはそのあたりでまた解説するのか。全く忙しいね。ネタに困らんやつだな。わーわー言うとりますがお時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。あと感想など気軽にコメントを書き込んでください。それではまた会う日まで。それじゃあな。そういえばチャンドラヤーンってどういう意味なんだ？サンスクリット語でチャンドラが月、ヤーンが乗り物って意味だから月の乗り物って意味だね。へえ、なかなかオシャレだな。名前はオシャレだけど内部事情はあんまり良くなくてね。1億7000万人以上が国際貧困ライン以下で生活し、4割の子供が栄養不良状態。生まれてから5年以内に亡くなる子供が年間134万人いるわ。その中で多額の投資をして宇宙開発を進めてるから国民からの批判も多いわ。そりゃそうだな。
宇宙開発は短い目で言うと通信放送機種を通じて国民の生活を豊かにするし、長い目で言うと学問の追求、研究開発、産業支援、雇用の創出などで豊かになっていくけど、そこら辺のバランスも考えないといけないね。霊夢のくせにまともなこと言ってるな。明日は吹雪かな。